いやー、フィルミーノが戻してくれた。何が起きたんだ切り替えの瞬間だったからね。なんかすげーえげつないミスしてた感じだったよね、今相手ね。いやー。置いて、 南のプレスする間空いてるけどいやーこれキーパーやらかしたなあフィルミーノもね自分で打つにはちょっと体勢厳しかったんだねいやーこれも狙いまくりだもんね狙いまくり先生だもんないやー決めれてよかったに、ね、ちょっとずれて <laughs> ちょっと怖かったけどねいやでこうつけたね ね、チェンバレンだったら無理やり自分で打ってそうでしょうね。いやでもあんま優しい優しい言うプレイでもないですよ。フィルウェイのちゃんと合理的な判断したと思いますよ。キーパーの寄せ方的にね、あそこ右で縦に行ってたらどんどんコースなくなるから、左にフリーの人いたら普通出すからね。あんま優しい優しい言うと、南野がね、あれで決めたことになんか勝ちないって、本当にただお膳立ちしてもらっただけになるから、ちょっと。 南野が南野トップシャ入ったねそう。フィルミの守備良かったしね、南野のね。てかまあな、ブレントフォードがちょっと気持ち切りしちゃってた可能性あるねあの、あのミスの仕方ね、キーパーの。フリクリ君スーパーチャット、フィルミは大好き。さあ、ジョータは時間作って、ソートヘンダーソン。